その延長でしっかりと持っていくっていうのが、大事になってきますので、あとその感覚でやってたら試合中ちょっと使えませんよといったのをこう例に挙げながら、こっちの方向の方がいいですよっていったお話、差し上げたいと思います。これダメです。ダメですっていうか、スライスだからという、スライスだってプロの試合とか見たんです。スライス正しい打ち方、はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ正しい打ち方と言ってももう一般的なんですよ。もうアスリートまでだったらまだちょっと違ってくると思うんですけど、まあいわゆるこう結構スライスを打とうと思った時に、打ち方がねちょっと違ってくるなとか、あとその感覚でやってたら試合中ちょっと使えませんよといったのをこう例に挙げながら、こっちの方向の方がいいですよといったお話、差し上げたいと思います。よろしければこういうボタンとチャンネル登録ですね、お願いいたします。まあ、これはもう僕の持論なのであんまりこう 100% 正しいかどうかは分からないんですけども、例えばそのスライスをこう使っていくときにですね、まあ、これレッスンの中でもアドバイスさせていただくこと多いんですけども、相手のミス待ちとか消極的な気持ちで打つのであればやめといた方がいいっていうのが一つで、まあ、なんでかっていうと、やっぱりそうしていくと次の展開ができないし、でそれじゃあそれよりも上回った相手になった時にもう確実にポイント取れないし勝てなくなっちゃう。そうしたらどうなるかというと、やっぱりその分可能性が狭まるわけじゃないですか。だからその2つ目にもなるんですけども、しっかりとチャンスボールを作って攻めていくためのチョイスだと。例えばこうバーンバーンって打ってて最後打ち抜けばいいのにちょろんってスライスを打つとかね、ちょろんとドロップになっちゃうとか、まあおっかない、なんか1回ぐらいは通用すると思いますよ。でもやっぱりね、打ち抜かれるようにポンって落とされた方が取りやすいので、ボールもねこうやって威力減りますから、だからその究極のように10回やったら1回打つぐらいいいですけど、それ以外やっぱ打ち抜いていった方がいいし、まあ、そういう意味では消極的な選択肢をするっていう頭でなければスライスは使っていいかなと思います。まあ、この点ちょっと踏まえていただけると、とてもやっぱり地球の重力下に働いてますから、こうやってラケット下に振る方が楽なんですね。まあ、ボール切っちゃった方がこうなんとなくでも緊張してでもボーンって打てます。ただまあ、それをこう学生になってしまうと、やっぱ正しい打ち方とかね、ボールをこう潰していくことができなくなったりしますので、まあ、この点踏まえていただければと思います。はい、では、行ってみましょうか。でこの打っていく時なんですけども、手首、ここをねまず意識していただきたい。どうしてもここをこう使いがちなんですね、ボール飛ばそうと思って。でも実際使っていくのは背中の方ですね。だからラケット、もうこれもいつもシンプルで他の動画でもお話しさせてあげてるんですけど、ヘッドを立てたらセットしてグリップエンドからそのままこの持っていく、まあ、ここは動かさない。だから変な話、ちょっとこのこういう形でリストが動かないように意識していただいて、後ろからこの前に持っていくと、これは、結構大事になってます。でここの感覚がもう一番大事なんじゃないかなって。もうこう打つ時にこういう切り方をしちゃうとね、飛ばせなくなります。で、そして二つ目に入ってくるんですよ。打ち終わった後に、ラケットヘッドが先に出ちゃう。例えば、まあ、こう当たって、こういう風に、まあ、たまにね、行く場合もあったりするかもしれないですけど、こうはなんない。つまり手首使ってますよね。だから、よくあるのが、こうなったりとか、たまに、こうやって打って、ザンって、なんかの必殺技みたいに、なっちゃったりするのは、もうこれ NG です。もうスイングで飛ばすよりも、この当たる瞬間が、一番大事になってきますから、ここだけにこうフォーカスして、外から内にこの持っていくっていう。で、他でもお話し差し上げてるんですけれども、まあ、ボールついていくときに、これを、こういう動かし方ですよね。だからバックであるとちょっと難しいですけど、こっちですよね。こっち。この使い方。これ手首使っちゃうと、ボールと散らかっちゃうので、まずはチェックしたい、練習したいときは、リストをこの、固定したまま、こうやって、この肩甲骨ですね。ここをこう使っていってあげると、意外とボールってこうやって回っていくんですよ。あ、意外とできるようになった。
ごめんなさい、こういう感じで、まあ大体こういう風なっていうのができると、実際に打っていった時にしっかりとこう低い滑っていくスライスとか、綺麗なね、弾道を描くことができます。でやっぱりそれって何かって当たる瞬間が大事なんです。だからここで当ててこうボールポンって飛ばせるってことは、インパクトの時にしっかり力が入っていく、でその後の余韻で前にっていうのができるようになってきます。だからここのポイントさえ押さえてしまえば、まあ、あとは2つぐらいですかね。で、最後は多分実践的に使っていくのが一番大事だと思うんですけども、まあ、また3つ目いきましょう。3つ目は、まあ、基本的にはこう前の足に入りますよね。で入ってそのまま持っていくと。で、まあ、こう足を決めてあげると割と打ちやすくなってきます。まあ、どういうことかというと、ボール来ました、バウンドするときにしっかりもう入ってあげる。で、そのまま前に持っていく。だからボール来ました、ポンポンじゃなくて、ボールが来た時にはもう乗っかってグッといった形で前に持って、足を先に決めて、ここはスイッチみたいな感じでポンストン、だから早く来たとこパパーン、こういう感じで持っていけるとボール、はい、打ちやすくなってきますし、しっかりとグッとこうね、こう滑らせることができます。だからどうしても切ってしまうと上に浮いちゃうし、まあ、ある程度のレベルまで変な回転かかってね、どっか行くか分かんない回転かかって、あ、ラッキーみたいなポイントは取れるかもしれないですけども、やっぱりちゃんとテニスの練習をしている人で、ちゃんと基礎が身についている人にはやっぱり1点2点ぐらいしか通用しなくなってしまいますから、まあ、ここの3つは少なくとも抑えていただきたいなと思います。で最後で、最後はこれやっぱ中級者前後の方に多いんですけど、やっぱ上手い方はね、そうじゃないですけど、どうしてもこうやって、まあ、こっちに打つとですね、ふわーんって、なんか分かります、ふわーんって、なんか バレリーナとバレリーナ失礼なんですけど、なんかこう余韻に浸るのがふわーって、これもう要注意、これね結構あるし、コーチね、うまくスライスを教えられてるコーチって、やっぱこの打った後のこの構えまでちゃんとね、例えばワークソシュートをしたら、こうやって打って、ここをこうやって構えて次のボールに入るっていう動作もやるんですけど、スライスの技術だけたまに教えがちなコーチがいて、お客さんボール来た時にいきなり、ふわーって、これ、ダメです。ダメですっていうか、スライスだからという、スライス、だってプロの試合とか見たらスライスを打つ時に結構グッと入ってるんですか。この、こういう感じで、ライカーバタフライみたいな感じでこう止まるのは良くないです。わかります？だからスライスもスピンもそうですが、当たった時でクッて持ってくるんですよ。スライスもクッて持ってくるんですよ。そしたら自然とこう持ってきてポンってこう構えられると思うんですよね。だからそのスライスの練習するときに、なぜかこれだけは本当にやめといた方がいいし、これ身についちゃうと多分もうアウトだと思うんですけど、このなぜかわーって。これは違います。で、この4つ目、たまにある程度打てるのに、なぜかスライスに なって時だけゆっくりと、わーって。これ力あるなし関係ないので、この4つ目の、動きをしてしまうと、確実に、ミニゲームであろうが、普通のゲームであろうが、叩かれちゃいますし、次の、ボールに間に合わなくなってしまいます。ですから、はい、必ず打った後はしっかりと構える、この癖ですね。結構いろんなところでレッスンさせていただいて、まあテニスコーチもう20年目になっていくんですけども、この特にねスライスってなんかこうゆったり打ってゆっくり終わるっていうイメージが非常に強い。まあ、速いボールとか強いボールを殺していくっていう意味でね、まあ、落ち着いて構えてって言った考えもあるかもしれないんですけども、ただ、速くて来てこう、こんなテンポでいったら、絶対ラケット吹っ飛ばされちゃいますよね。ですから、まずある程度こうスライスを打つっていうのは、まあ、今日の一つ目、二つ目、三つ目、まあ、ここら辺を網羅しながら、この最後の、この感じですね。この感じが、できるだけ、だから、これこそ、さっき伝えましたけども、ね、あのボールをこのこうやってこうやってこうやって動かして、こういうこの延長でしっかりと持っていくっていうのが
大事になってきますので、まあ、スライスを打っていくときにね、このポイントを少し気をつけていただけると他のショットとのバリエーションもうまくこうなんだろうスムーズにいくと思いますので、よろしければですね、このポイントを押さえていただければ幸いです。はい、といった形でですね、まあ、ちょっとこのスライス、まあ、基本中の基本にはなってきますけども、よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。